こんにちは、ミカです。2022年トースターで作れるお家で簡単本格パンという本を出版しました。オーブンがなくても初めての人でも手軽に美味しいパンが作れるレシピになっています。美味しくって楽しくって幸せになれるパンを一緒に作っていきましょう。今日はハーブパンを作っていきます。水分量の多い硬化水の生地、低い温度でじっくり発酵させていく低温長時間発酵、あまり聞いたことない作り方だと思いますが、混ぜるだけ、ゆっくり発酵させていくので隙間時間でできるパン作りになっています。忙しい人にはぴったりなパン作りです。では一緒に作っていきましょう。パン作りの工程は主に7つに分かれています。1番から3番までを1日目、4番から7番までを2日目に行っていきます。ではまず1番と2番をやっていきましょう。まず計量です。タッパーに水分、ビニールに強力粉、薄力粉、インスタントドライイースト、塩、イタリアンハーブを計量します。袋の中で材料をよく混ぜ合わせます。混ざりましたらタッパーの中に粉類をすべて加えていきましょう。ゴムベラでよく混ぜていきます。角の部分にお粉が残りがちです。そこの部分の粉もしっかり混ぜていくようにしてください。材料が全体的に混ざりましたら生地を引っ張ってグルテンを作っていきます。この生地を引っ張るという作業が大切ですので丁寧に行っていきましょう。両手で生地を持ってゆっくり左右に引っ張ります。90度回転させて同様にゆっくり引っ張って2つ折りを繰り返していきましょう。だんだん生地が伸びていくようになってきます。20回くらい繰り返してください。慣れている人はゴムベラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げて2つ折りを繰り返すというやり方でも大丈夫です。ただここでは生地をしっかり伸ばすというのが大切ですので、伸ばしにくい時には手を使ってやるようにしましょう。20回やりましたら生地をタッパーに戻します。手にくっついている生地も丁寧にカードを使って取り除いていきましょう。3番の一次発酵をしていきます。本では2種類の発酵の仕方をご紹介しています。室温で30分発酵させた後に冷蔵庫に入れて13時間から17時間生地が 1.8 倍ぐらいになるまで発酵させる方法と、室温で2時間発酵させる方法です。今日は忙しい人にもぴったりな冷蔵庫で発酵させる方法をとっていきます。2日目です。4番分割をする、5番成形をするをしていきます。17時間経ちました。元あった生地が 1.8 倍ぐらいまで膨らんでいます。上に強力粉を振るっていきます。たっぷり振るってください。このお粉のことを打ち粉と言います。全体的に打ち粉を広げましたらカードの短い方をタッパーと生地の間に刺して生地とタッパーを剥がします。ひっくり返して生地を出していきます。落ちにくい時にはカードを使って少し手助けをしていきましょう。出てきた生地に細かい網目がいっぱいあります。しっかり発酵したっていう証拠です。カードで6等分にしていきます。まず真ん中を少し残して切って1本の棒状にしていきます。で6分割をしていきます。目分量でも構いませんが今回はしっかり測っていきます。1個 42g です。そのまま成形に入ります。2つ折りにして合わせ目を下にします。手のひらで包んであげてゆっくり回していきましょう。手のひらの中でコロコロ回す感じです。手の付け根と指先はずっとつけたままです。表面がピンと張りましたらアルミホイルを敷いた天板に乗せていきます。もう一個やってみます。小さくカットしたものは内側に入れていきましょう。手のひらを台に押さえつけるような感じにして転がしてあげるときれいに丸まります。同じように丸めましたらアルミホイルを敷いた天板に間隔を空けて並べていきます。6番最終発酵をします。乾燥しないようにラップをふんわりかけて室温で40分から60分置いておきます。60分経ちました。人差し指に粉をつけて生地をそっと押してみます。生地に指の跡が残ったら発酵完了です。ハサミで十字に切り込みを入れていきます。7番生地を焼きます。
ーで15分焼きます。残り5分ぐらいになりましたら焼き色を見て温度の調整をしていきましょう。薄いようでしたら温度を上げる、濃いようでしたら温度を下げていきます。焼き上がりました。いい色に焼けてますね。トースターで本格パンが作れちゃいます。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。